なんかバグってる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 こんばんは。なんかバグが発生してるんですけど見えてますか？なんかなかなか始まんなかった。お疲れありがとう。こんばんは、中村舞です。わ、ギフトが新しくなってる。かわいいマイクでしょ、音符でしょ。何これ、フルーツかな、フルーツみたいなやつ。ありがとう、お疲れもありがとう、お手紙もありがとう、ハートもありがとう。クマ、これありがとう。あ、タワー、これあ、ハイビスカスだありがとうございます。ミッキーさん、ありがとう。ミッキーさん、クマ、ありがクマ、ありがとうございますこんばんは、中村舞です。お疲れ様でした。かわいい子もありがとう。なんかこのフルーツ盛り合わせみたいなやつもありがとうございます。かわいい、あーゼリーみたいなの、あ音符、めちゃめちゃ音符、かわいいね。涼しげな色だね。どうもありがとう。本日は花は誰のもの公演でございました。ありがとうございました。わあ、クマみたいなやつ、ありがとう。クマクマ、あーマイクもありがとう。わあ、ありがとうございました。今日は珍しくこのような髪型をしています。じゃじゃじゃーん、よいしょ。私も結婚して可愛い、ありがとう。新公演のレッスン、これから、これからですね。新公演がまずいつかも決まってないっけ。そうね、これからなんですけど、まあ秋頃が、なんか秋頃目処でみたいな感じだったので、まあ秋と言いましてですもんね、9月なのか10月なのか11月なのかって感じですけども、8月は結構盛りだくさんでしてね。愛の重さやるかと思った。確かにね、毎回新曲してるけど、君は何を後悔するのか今やってるからね。君は何を後悔するのか、ありがとう。あのマイク、ティフ、ティフもうすぐですね。4日、8月4日です。 TIF グッズセンス良くないか。なんか新しくグッズがそうできてたんですよ。なんかあれ、なんですかね、なんて言ったらいいんですか、マグネットなんですけど、公式のホームページに今日載ってて、なんかこうペタって磁石になってて貼り付けれるんですけど、ありがとう。なんかね、すごいの、なんかなんて説明したらいいんかいねでもああいうのあるよね、なんて言うんですかね、なんて言うのかな、なんかあるよね語彙力なくてごめん、マジどうやって説明したらいいか分かんないけど、随分癖の強いグッズ。確かに今までなんかあんまなかったね、ああいう感じのグッズは。ポストに入ってる、冷蔵庫にね、となんかメンバーみんなのやつです。ハートもありがとう。
そうですね。ティフは、物販もありまして、はい、8月4日ありがとう、水川さん。で、前も結構物販あったんですけど、嬉しいです。TIF メンバー行くよ。そうそうそう。8月4日もう頭が回っていません今日の中村はもう考えることができません。はい、皆さんすみません。8月もよろしくお願いします。思考停止、すいません。8月ですよ、ごめんね。8月の自己紹介メール、まだね、送ってないごめんね、すみません。明日送ります。マイクありがとう。8月もさ、31まであるよね。数えた今。7月と8月は31まで。西向く侍、あ、聞いたことあるよ。246、あ、9、あ、ちょっとわからないですね。もうこうやってやらなかった、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ってさ、このさ、ここの部分に来たやつはさ、31まであるってやつこの関節のこのここね、やった、やってた、知らん、知らん人もおる。1月2月3月5月6月7月8月9月10月11月12月このここに来た月は31万あるこのそグリグリ部分あるんですよ。そう、ここに来たら31だから 1,2,3,4,5,6,7 ここが7月でしょ。で、8はもう一回ここ数えないといけないの。8,9,10,11,12。ありがとう。折り返し地点だから。何ですかややこしい、だってややこしくないよ。ファンクラブグッズ発売しました。なんか4種類あるんですけど、わわわわわ、ちょっと待って、よいしょ、4種類あるんですけど、なんだっけトレカでしょ、このこれステッカーで、何でしたっけ、アクスタ、アキーホルダー。ちょ、私ね今これしかないや、これしか持ってないんですけど、こんな感じです。3種類あります。トレカじゃなくて、これはステッカー
クリボーステッカーはちょっと残念ながらないんですけど、こんな感じで3種類あります。じゃん。見せていいやつ。うん、いいやつ。え、いいやつ。これさ、クリボーステッカーさ、マジ大量にあんの私。このこれさ、マジでなんかクリボーステッカーはあのいっぱい作ってくださいって言ったんですよ。あの私もちょっと欲しいんでいっぱい作ってくださいって言ったら、もう思ったよりも大量に作ってもらって、なんかこんなに持ってもらっても全然あの自分使わないんだけどみたいな、大量にもらっちゃって、なんであの自己紹介とかするときなんかとかに今あ仲間の前でエースみたいな名刺みたいなもん。そうなんですよ。ちょっとこれちょっとありすぎて困りますね。くださいってこれね、販売してないんですよ。そうなんですよ。うちわがないのは、いや、うちわ特に別に理由なくですね、今回グッズ4種類。そう、なんか欲しいのがありましたか？ぜひこういうのも欲しいっていうのがあったら言ってください。姉貴に、いやもうあげましたよ。ちょっとね、これは思ったよりもありすぎて。ちょっと前に撮影があったんですけど、撮影の時になんかそのカメラマンさんはなんか撮影する人のことを事前に調べずに挑むって言ってて、だからその時に初めましてって挨拶をしたんですけど、まあ、どういう人なのかもまだ調べずに来ましたって感じで。そうで、なんかクリボーの顔真似が得意なんですみたいな話になって、こちらこんな感じです、プレゼントしました愛媛の撮影の時ではなくですね、ここ最近結構東京で撮影があったんですけど、そして8月もあるんですよそう、結構いろんな素媒体さんに撮ってもらってて、うわ、なんかこれ、ありがとうございます、イエーみたいなやつありがとうミッキーさん、これ2個目じゃないんですか、ありがとうミッキーさん。ありがとう。屋台みたいなやつ。イエー。パリピタワー。そう、なんか、まあ、写真集が8月に出るんですけど、今月ですよ。まあ、終わりらへんなんで、8月27なんでまだちょっとあるんですけど、8月27日に発売するので、それでいろいろと他にも写真集終わってからもなんですけど結構撮影したりしてて、そうですね、いろいろまだ情報解禁全然されてないんですけど、多分
この後、この後というか今後出てくると思うので、はい、ありがとう。私会、そう、私会がですね24、5、9月の14です。24東京、25大阪、14広島、ありがとう。広島の日程はなんか覚えてなくって、この間のファンミーティングでみんなの方が私のこと知ってて、いつだっけって言ったら教えてくれたから覚えてる。あれ、ファンミの日だったよね。ファンミの日、渋谷と梅田と広島行きます。全部じゃないですか。え、3だったら全部。オンラインもあるんですけど、あ、リリーベか、あれ、あ、そうだ、リリーベだ、ファンミじゃないや、リリーベだ。やばい、ごちゃごちゃ。ありがとう。もうこれ勝手にさ、なんだっけ、マイクスタンドが下がるようになっちゃった。今月はマレーシアに行くんですけど、初めてのまあマレーシアってことで、まあ調べたらいろいろと、なんかさ、時差は1時間なのにさ、飛行機にさ7時間ぐらい乗らないといけないみたいでね、どういうこっちゃって感じなんですけど、そう、なんかで結構ね、そう、ちょっと移動が長そうで、寝れる？でも私飛行機で寝るの得意じゃないんだよね、あんまり。赤道近いよ。え、だから暑いってこと？どういうこと？南に行くから。え、そう、見たんですよ、私地図を。そう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 、そしたらここの辺に日本があって、そしたらこの辺だったはず。そうそう、この辺だよね、この辺が日本で、この辺。韓国行くときに言ってたよね。韓国ね、めっちゃ短いよ、1時間半とかやけん、ね、しかもさ、飛行機ってさ、乗ってからさ、なんかすぐに座席を倒したりさできないじゃないですか。なんかこう離陸して安定してからじゃないと、なんか倒したりもできないから、結構個人的には辛いんです。ありがとう、ありがとう。なんかマレーシアって何が有名なのかな、あんまり全然分かってない。マイキーは新幹線が好き。マイキー、まあ新幹線好きかん、もう、うん。うん。ナシゴレン？おー、ナシゴレンね。ナシゴレンが、ま、想像つかん。クアラルンプールだよ。なんかのペトロナスツインタワーってなんだそりゃ。予備知識ゼロでいきましょう。え、絶対楽しめないじゃないですか。えーん。あのシンガポールだっけが近いっていうか隣なんですかね。
機内食は2回ぐらい出るのかな。え、そうなのかな。お腹すくもんね。シンガポールお隣、なんかお母さんがなんかマレーシア、シンガポール旅行行って隣のマレーシアにも行ったよみたいな話前してたんで、なんかその記憶だけしかないけど、ご飯が美味しかったって言ってた。起こされるね。え、ご飯？でもなんかさ、ご飯さ受け取れなかったらさ、なんか紙貼られてた記憶ある。なんかあの寝てたのでみたいな感じの、ご飯ありますよみたいな。ありがとうございます。ご飯キャンセルしないよ。でもさ、いつだったかな、最近全然キャンセルしてなかったのに、ちょっと前にめっちゃ睡魔がかって、ご飯食欲が睡魔に負けたんだよね。ショック。私のさ睡眠欲やばいからさ、マジでめっちゃ寝るから。うん、全然家で帰ってきてもう爆疲れ、本当にもうパタンって寝て、うん、お腹空いてたら眠れないの。なんかね、ついこの間の東京から広島帰る時に、うわあれなんだっけ、あリリーベだ、幕張リリーベ、あの日当日に帰ったので、18時19時からそんぐらいに終わって、であのダッシュに東京駅行ってっていうのをやったんですけど、もう本当にギリギリになって、最終が20時なんですよ、8時で。もう7時53、4とかぐらいに東京駅周辺にまだ車でいて、やばいどうする間に合うかみたいな本当ぐらいになって、でもう降りた瞬間みんなでダッシュしてこうやって、で59分に乗ったんですよ。でもそんぐらいにギリギリに着いたから何にもご飯が買えなくって、乗ってもう4時間地獄ですよ。ご飯がもうお腹も空いてるし、ご飯がないし、もうあのじもう4時間は結構なんか買わないとそうしんどくてねで、あのもうちょっと泣きそうになりながら帰りました。その日は食欲もうお腹めっちゃペコペコだったから全然眠れなかったです。目がギラギラしながら帰りました車内販売、そう、え、車内販売やっぱ必要だったよね。車内販売ないんですよ。そうなの。だからさ、車内販売、いや必要、あれは。え、終わっちゃったんだよね確か。うわすごい、これ楽器になってんだ、ありがとう。そうなん、グリーン車だけあるんだ。
ってことはさ、一応いるんだね。そしたらさ、もうグリーン車の近くに行って、お願いします、もう何も買えませんねって言ったら買わせてくれるかな買わせてくんない買いたいです。あ、ダメなんだ恵んでください そんなお客さん見たことないわ立ち入り禁止、そうなの？でもなんかその4時間かかるんですけど、その日そうお腹が空いてるけど何も買わずに乗っちゃったから、めっちゃペコペコでなかなか眠れなくって、そしたらなんか車掌さん、車掌さんですか、なんか何回も見回りに来るんですよ。こうでさ、その人が来るたびにこうチラチラ見ちゃってさ、なんか気になって、いつもは寝てるからさ気になんないのにさ、なんか途中で来るからさチラ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 見ちゃって、めっちゃ目が合ってさ気まずかったです。なんかエナモンくれな、さくれるわけないじゃないですか結構見回りしてるんですよ。なんかあのあれみたい、試験中みたいでドキドキするなんか悪いことしてないけど、カンニングとかしてないけど、なんかあ来たみたいな。あれ警備の人なのかな。ありがとうございます。あ、指定席の確認ね。誰の隣か、もう覚えてないよ、全然覚えてない。いや最近ね、これが親戚が私は多いんですよ。でも親戚もね、あのそうですね、3番目ぐらいに好きです。あ、そうだよね、コンセントがね、なんか A 席あの窓際しかないタイプと全席についてるタイプがあって、その新しい新幹線だったら結構いいなって思N700S？ それかな、増えてきてるの。じゃあそのうち全部 N700S になる？そんなことはない。ありがとう。そのうちリニアモーターカーになるので
あ、リニアモーターカーじゃないか、リニアなんモーターなんだっけ、磁石で動くやつになるから。リニアモーター牛そう、牛みたいなやつ。え、カーじゃ、カーか。広島空港が市内に近かったら飛行機使ってるかな。いや、そうだよね、どうだろうね、使ってそう。ちょっとね、空港遠いけね。あの眠そう。眠くないよ、ショールームしてたらだんだん目が覚めてくるからね。やっぱ眠いじゃないかも。もう今からさ、お風呂入らないといけないって考えただけでもう元気がなくなってきた。あと4分。あ、そうなの、8月が終わります。は、終わりません、始まりました。8月1日が終わる。あ、8月終わりません、8月はまだ終わりません。あ、それでは9月でお会いしましょう。おやすみなさい。ボロボロ？最近ね、気づいたことがあるんです。私、飲み物を飲むのが苦手ですね、本当に。なんか脱水です、常に。もう本当に笑えません。皆さん、飲み物いっぱい飲みましょう。本当に気をつけた方がいい。最近ね、ちょっとね、意識してるんですよ。飲み物を飲む、なんかいっぱい飲むの苦手。壇上、あ、呼ぶ。よっちゃん513、くまねパパさん、うまちゃんさん、イコルさん、まめさん、きなぺこさん、まささん、たろうくんさん、考えなしさん、ふくちゃんまるさん、ティーンさん、東京のソワンさん。1位はドルルルン、ミッキーさんでした。ありがとうございました。おやすみなさいませ。夏ですよ皆さん、8月もよろしくお願いします。また明日。夏が欲しい、もっと愛い過ごした。へい、傷つき疲れるけれどいいんだ。へい、おやすみ、おやすみ。また明日、また明日。ありがとう。おやすみ。明日は金曜日です。